今あれ大丈夫ですか、すいません、すげえな。あ、これめったにつけてる人いないじゃないですか。いないですよ、ね、なんか赤だと余計にあれだね、目立つなこれ。今回ツヤありのブラックにしたんで。グリル自体を、グリルをツヤありにして、うん、で、あの赤やめて、うん、でコブ周りもあの今月25のインパクトあるじゃないですか、うん、それに合わせてそこのコブ周りここをメッキごと全部してるし、ツヤありにして、でリムも黒にして、なんかだいぶ落ち着いた感じですね、色は。渋くいこうかなと思って。あ、タイヤも30辺辺に変えたんで。どうですか、いい感じですか。いや、もううちにもすごいやばくないですか。やばいですね、30は結構やばいんですよね、気をつけないと。つきましたね、前下げで。あ、いい感じっすね、着地しよう。やっぱもっとかぶった感じですよ。あ、そうですね、多分1センチぐらいは下がったっすね。ここの隙間空いてたの、フロント隙間空いてたのが30に変えたら埋まったんで。いやー、すげえな。これでイベントっすね。これイベントです。こういうのリム黒くするのと、あそこ黒くしたら一旦はそれでショート出そうかな。あ、リム黒くするんですか。リム黒くしちゃいます。変わるんですよ。でもどんな感じになるんだろう、ちょっと想像がつかない。結構締まるかな、黒になるんで。勝負っすね、そこは。来週あたりから夏休み入るんで、もう夏休みの課題を決めて。お盆休みだ。お盆休みの。ここはまあ同じですもんね。そうですね。今ヘッドライトを作ろうかなって思ってて。ん？作るっていうのは？もうワンオフで小さくて。中も変えちゃうってことで？中も変えちゃうプラス、今のって3眼が、はい、あのユニット出てるんですよ、もう。はいはい、カプラを3眼にしつつ、割ってなんか遊ぼうかなと思って。来年あたりに、で来年ホイールも買えるんで、エモーションにします。じゃあ今年はとりあえずだからこれで。今回これで一回出して。ワークっすよ。ワークっす。ワークしじゃん。来年もじゃあワークだ。ワークでエモーションで、ね、あの。もうかなり変わりますね、印象が。別の車っすね。なんか。減ったりしました、ね。丸みがなくなった感じ、はいはい。まあでもとりあえずこの塩で。そろそろこの塩ちょっと勝負だし。やろうも塗り上げてあるし。ね。今回もアドマス使ってる。いや、いいっすね。自分も使ってるけどやっぱいいっすわ。黒とかやっぱ楽。楽ですよね。そう、パッと見た時のやっぱね、ツヤ感とか滑り感がやっぱ。ずっと言ってるとき1ヶ月ローメンテやったんですけど、結構いいっすよね、守ってくれますよね。守ってくれますね。グラフェンプラスそのスリック入れると、まあさらにさらに、あのセットみたいなやつですよ。あ、そうっすね。あるある。でも自分そのアダムスのスリック、あのセラミックっていうかグラフェンは使わないで、はい、あのディティールアーティストの、あ、違う、あ、ディティールさんの、ディティールさんも使ってます。撥水系のディティール結構好きっすね。安くて、安くて効果あるのやっぱいいですよね。で、弾きがめちゃくちゃいいなと思ったのが、自分の中はザクラスです。ザクラスはもう油塗ったからにツルツル落ちてるんですよ。敵面ですね、こんなでっかいボディだったらさ、少しでもやっぱ、あれですもんね、落ちた方がいいですもんね。ツヤツヤじゃん、なんか見た感じがすごいですね。やばい、本当になんか深い色って感じ。あ、中がこうなってる。中を、まあ、玉手がもともとグリルがこう長かったんですけど、そのテープを余ったのに使っちゃったんで折っちゃってるんですけど、どうやってここのラインに沿わせてラジエーターに反射させて明るくすぎないようにしてる。あ、結構控えめですもんね。控えめにしてます。でもだってここは明るくしちゃったら目立たないもん。そうなんですよ。これはこれでまたいいよ。あとは後ろは変わんない感じです。後ろはな、いつも通り遊んでます。あ、近々。ああ、はいはい。ああ、なるほど。まあでもあれですよね、派手さはないですよね。カスタム自体ね。
結局ライブ系はもう赤で合わせて、うん、でここも今作ってるんですけど、おもう一個あるんで、お黒のとりあえず文字なんか入れて、あのゴーストで入れようかなって、はいはいはい、光当てたらシルバー出すんで、はいはいはい、文字を何にしようかなって感じで。そういうのがあるんですか。いやもうステッカーで、そうですね、頼んで。結構進化してますね、うん、だいぶちょこちょこやってる。金かけてますね。いいですね。クールだって高いのにやばいっすよね、値段聞いたら。やばいっすよ。でもエアロ何回もぶつけてるんですか。割れないんですよ。これ1枚ですよね。これ1枚です。あ、すごいね。割れないんですよ。丈夫なんすね。じゃあね、丈夫っすね。遠赤この前乗り上げたんですけど、結構前に。大丈夫だ。エアロバンパー通り過ぎて、中のサポートや爪入れる場所あるじゃないですか。おう、はいはい、そっちが割れました。ちょっと赤黒メインで、色はね、あんまり散らさないで、ね、そうなんですよ。でグリルを迷ったんですよ、ずっと、はいはい、あれで行くか、こっちで行くか。あ、こっちにしたらやっぱりもう黒入れようかなと思って。はい、まあこれだとそうですよね、黒がメインになるんですね。逆にこれ、ツヤ黒にしたんで、ツヤ黒が使えるようになったんですよ、はいはい、違うところ。あれは何だっけ、リモコンはどうなんですか。リモコンは基本何やってる。基本あ、そこでやってんの。こっちにあるんですけど、エアあります。大丈夫。エアあります。走るときはこれぐらい上げるんですか。走るときはそうですね、今だいたい70、60、フロント70のリア60で設定して、これだけ上げときはね。そうですね、エアリフトは最初わざと多く入ってで下げて標準に戻すみたいな。同じ仕様でも全然変わってきますもん。全然変わりますね。3号から3号にしたけどこんな変わるんだと思って。